で、ブロトキョです。ポテトフライさっき作ったんで、こっちはウェブカメで今度は撮ります。まあ、見せないから。見せたらみんなお腹すくでしょ？みんなお腹すいちゃうからね。そんな悪いことしない。ケチャップつけて、マヨネーズつけて、うん、うまっ。まあそういうことで雑談、俺が大、まあ話すのは好きなんだけど得意じゃないお話。まあ俺の雑談はいい雑談じゃないね。なんで俺の雑談見るって人は多分未来から来た人だと思う。あの俺がもしビッグになってたらの話ね。まあどうせ底辺 YouTuber だから。うまい。でまあなんで YouTube を始めたいかっていうのは5年前に遡る。まあ5年前がちょうど小2年とかで、メグインさんとかいろんな動画見てて、コツメコさんとか見てたら、ああ、俺もやりたいなって言って今に至ります。で、動画を撮ったんだよ。ベイブレードとか、チョコボールね。その時当時有名だったジャンルで言えばやっぱりチョコボールかな。ああそれチョコボール、うん、それくらいだね。ね、カメラあったんだけどそれがカセット式なんだけど、うん、どうやってパソコンに映すかってやり方分かんなかった。できないのかって言って、一回諦めて、なんか途中で運動会用のビデオとか買ったんだけど、もう見ることに専念してた、YouTube とニコニコ動画。めっちゃうめえ。まあ格好をつけていっちゃうと、なんか最近つまんなくなってきたなって思っちゃったの、 YouTube が。なんか自分が面白いやつがなくなったっけ、あんまりね。で2話に至ります。うん、で、一回 YouTube チャンネル作ってるんですけど、それが、なんだろう。友達の周りで炎上しちゃったから、友達炎上しちゃったから、まあそのチャンネルはもう動画出さないと。で、今、このチャンネルになりますね。で、俺、ネクストステージ入りたいって思ったけど、やっぱやめるわ。入れてもくれないしね。うん。よく考えたらさ、昔なんて事務所なんてそんななくてさ、うん。で、みんな元気にやってて。だから俺は YouTuber じゃないって思ってんの。
YouTuber っていうのは、視聴者様っていう。なんだみんな視聴者に媚びてんじゃん。俺だって確かに媚びてるよ。でも、媚びてるのと感謝するのは俺はちょっと違うと思うから。でもフライドポテト食っても話すけどね。中濃ソースかけてみよう。あんま美味しくないな。これヒカキンさんが今中濃ソースつけたポテトフライレビューしてたら意外と合うとか言ってる。美味しいとか全然美味しくない。もう意味がないよね、つけてる。なんか YouTuber って今ビジネスだよね、金儲け。どれだけ効率のいい動画を出すか、どれだけ動画単価を高くするか、どれだけワンクリックのために命を費やすか、どれだけ清純さを保つかっていうこと？なんで自由じゃないよね、もう。やりたいことができないっていうか、まあ MCL あったら動画消しにくいって言うけどさ、それで消すウームって何なの？俺は思うよ。何なんだろうな、もうウームって権力が強すぎてさ、だって YouTuber、目覚ましじゃんけんとかあんじゃん。なんかふざけてるでしょ。ウームしか出てねえじゃん。な。アイドルじゃんけんでジャニーズしか出てないのと一緒だからね。今のは例えね。YouTube とアイドルが一緒なんて言ってませんからね。デストロイ。なんつうんだろうな。なんかもう、ウームじゃん、YouTube。YouTube Japan は。日本だけなんじゃないかな。もう YouTube の質が下がってんのは。だってそうでしょ。韓国とかは、なんだろう、まだそういうなんとかチャレンジとかでそうやってバカみたいに遊んでるじゃん。バカって言ってないよ。それは俺はいいやり方だと思うの。YouTube が、なんとかチャレンジとかの動画をそうやってポンって出すのはいいことだと思う。でも YouTube でそういうのがもう日の目に当たってないの。日本だけ。日本ってもう違うじゃん。なんで名前述べてんだよって俺思うの。まず一つ送りたいことだ。YouTube は面白いものを作ったもん勝ちだと思ってるけどね。YouTube ジャパンだけでつまんなくなってんの。
なんかもう嫌だよね。その、オフ会がどうだの、お金をなんだなんだなんだってさ。なんだよって思うけどね、もう。昔々って言うけどっていうのは、昔と今の違いっていうのは、昔は面白いものを出すっていうのが主体で、キャラとかあんまどうだってよかったの。まあメグインさんとかも、まあメグインさんはキャラはあったんだけど、面白いものを出してたから長期審された感じ。でも今のってもうビジネス YouTube じゃん。だから俺は YouTuber にはなりたくないんだよ。 YouTuber にはね。だってそうじゃん、あんなさ企業案件なんかして何一つ面白くないことをしてお金をもらう、うん、なんか悲しいよね。いやなんだろ、妬みとかじゃないんだよな。食べ終わった。なんつうんだろう。今の YouTube がビジネスだよね。もう仕事だよね。YouTuber っていうのは子供を騙して生きていく。で確かに柴田さんの言った通りだなって思ってる。まだメグインさんは頑張ってるけどね。俺はまだメグインさんは面白いと思うけど。あと、高一 TV っていう人がすっごい面白い。あれはバケモンだね。やっぱ決定的な違いって挨拶がない。やっぱ挨拶のある YouTuber ダメだよ。だから俺も挨拶なくそうかな。すぐ本題に入る。だってさ、その挨拶とかそのごちゃごちゃやってんのっていうのは、そんなさ一般人がごちゃごちゃやってんの誰も見たかねえからって話なの。カリブラとかそうじゃん。なんかすごいテレテレテテレレレテレレレレ、全然問題ない。あ、ごめんね、ギャグを挟みたいんで俺は。笑ってくれるとかじゃなくて自己満足だから。なんか、はじめ社長も。まあ、つまんないことには変わりないけど、昔はまだ発狂してたから、俺発狂がいいなって思ったんで。はじめ社長は、ああいうのでいいと思うの、まだね。今思ったら、挨拶はあんまいらないと思う。だから、ヒカルさんの確かに早いけどさ、ヒカルさん、はでもにゃいですって言ってさ、10分遅刻が当たり前みたいな感じじゃないじゃん。これ今、遠回しに、というか、直球レイターズディスりましたからね。10分遅刻が当たり前、レイターズのカメムシです。なんだっけ？レイターズのカメムシです。サイバーマンでーす。配信です。チンチンデカチンマーチンよ。あれ、順番合ってる。あんな長ったらしい挨拶誰も聞きたくないしな。シンジーだってそうじゃん。みんなのハートをドッキュン、シンジーです。ってことでね、今日は、っていう。やっぱ挨拶はいらないと思うんだよ。なんか語んなとか言うけど、俺は面白いものが見たい。語るなとかじゃなくて。やっぱニコニコに負けてるよ、YouTube は。面白さで言ったら。だってあれ見た？ネズミフレンズってやつ。めっちゃ面白いよ。俺はあれ大好きだけどね。細切れにしてやろう！ほんと面白い。なんつうんだろうな、
もう YouTube がもう衰退してってはないけど、もうビジネスじゃん、小学生相手に。ベンベン、ハロー YouTube、 どうもヒカキンです、今回はこちらパンポシコーンってさ、なんなんだよそれって。だったら俺マホドさんは好きだけど、なんかな、でもなんか一つプレゼント企画のなんつ、ま、ジェネシス1ってそればっか言うじゃん。なんかつまんないのにそれ言うじゃん。プレゼント企画がどうだこうだ、 DIY 系サイトがどうだこうだとか、なんか足の引っ張り合いじゃんあれって。サグワさんも DIY 系サイト来る先でーっつって、まあ確かにそれはありがたい情報だけどさ、足の引っ張り合いなんだよな。うん、もうだってウーム一強じゃん。もうやっぱ柴田さんみたいに俺も一匹狼になるわ。どんなに人気になっても自分で事務所を建てて、そこでやっていく。やっぱそれだな、俺もネクステ入ろうかなって思ったけど入んねえ。だってネクステ入ったらバカにされんだもん。嫌だよそんな。俺が自分で作りたいもん作っても、金の匂いがするとか言ってさ、そいつらそう言ってるやつはちょっと金稼いでさ、俺それ嫌だもん。だったら俺は一匹狼でバーンって上がったら、一匹狼だったらやっぱ内容のことにしか触れられないじゃん。メグイン株式会社みたいにすればさ、メグイン TV 株式会社が、ちょっとごめん、遊んでた。なんつうんだろうな、今の YouTube が、今の YouTube 言っててごめんね。まあ、今の YouTube のいいところっていうのは、なんだろうな、やっぱりいっぱい出てきた。クリエイターがいっぱいいることとかで、ウームとかがで、事務所があって、それで、あ、こういう人がいるんだって分かりやすい。そういうところしかないか。面白さは何一つ向上してないし、下がってるばかりだし。でもメグインさんって確かに小さく稼いでるのは分かんだけどさ、面白いじゃん。でもヒカキンさんって何してんだろうな。ビジネスじゃあすごいよ。でもさ、対価を、じゃあ、あなたの時間をもらえますから、私の動画、この時間。あなたの時間とこの時間交換トレードですよってわけじゃん、動画っていうのは。この動画だって俺は1時間くらい行こうと思ってるけど、じゃああなたの1時間もらいます、じゃあこの、じゃあこの動画でこの1時間を使ってくださいってわけじゃん。でもこの動画倍速2倍にすれば、その1時間を30分になれるわけじゃん。お得だよ。2倍速で見るとやっぱお得。1時間のものが30分にで見れちゃう。すごいお得だよね。うん。で、それにシークバーでポンポンって言って、見たいところだけやればいい。なんつうんだよな、今の YouTube。だって、ヒカキンさんが、ヒカキンさんの動画5分ありました。あ、じゃあ5分あげます。じゃあその5分ください。5分交換してるじゃん。この動画に5分を費やす。ヒカキンさん。あんなん見たって何も面白くないじゃん。ヒカキンさんが発狂してたって。頭おかしいだけじゃん。なんつうんだろうな、フィッシャーズとかそうじゃん。なんか。なんかフィッシャーズってなんか、思い出ファーストチャンネルでしょ？思い出作るだけでしょ、あんな。なのにさ、めっちゃタグつけてさ、スパムじゃん、あんなの。
あいうえお700。なんつうんだろうなって感じだ。なんか YouTube ってもう衰退していくわな。こんなん見てたらそりゃ YouTube5 年後なくなるって思うわな。Suck my ball。 なんつうんだろうな、うん。オルタナチャンネルとか見てよ。怖くない？あのチャンネル。俺ホラーだよあれは。何一つ面白くない。鮮度の鉄球。ええって言ってんじゃん。面白さ入れてないじゃん。メグウィンさんってまだ面白くしようと見せてるじゃん。他のチャンネル何よ、何も面白くしてるよね。ただ実験してるだけじゃん。なんだその実験って思うよね。デカキンに鮮度の鉄球本当に投げてみただったら俺は面白かった。それで火事になってオルタナのオルタナハウスを燃やす、消失させる。うん。ウームの事務所1000個の鮮度鉄球で燃やして事務所を壊滅させてみた。寿司ラーメンリク。鎌田社長、ぶち切れだね。裁判ですよ、こんな。いや、捕まるわ。やばい。ああ、喉やられた。うん。お金ばっかだよな、今の YouTube って。俺がピンキーみたいにお金はなんか話すんのはいやらしいとは思わないけど、でも結局金稼いでんじゃん。なんだろうな、効率じゃん、あんな。効率か？ヒカキンさんなんてずるいよな。確かにシステムを作ったのはすごいんだけどさ、あれが評価されるもんなのかと。まあ、そりゃ、ヒカキンさんがあんなことしてるわね。それは社会のみんな怒りますわな。ブブー、ハロー YouTube とか言って、味塩を食べたいと思いますとか言うのを見てたら、そりゃ社会の人怒りますわ。ふざけんなよ。なんで物紹介してるだけで金もらえんだよ。ふざけんな、俺てめえ、ふざけんなよってなるわ。そらなるね。そりゃサラリーマンさんからね、ねえ、やっぱ反感食らいますよ。でもやっぱり、一人であれをこなすっていうのは無理じゃん。それだけ見たらそれは楽じゃん。俺の動画すごい楽だよ。だって何もしてないもん。俺がバーってパーってしてるだけ。だって自己満足だもん。俺が話したいこと話して終わり。何言われようが知らんっていうスタイルでやるけど、俺が有名になったら、あ、でも俺が有名になったらっていう、俺有名になるからって感じで。でも有名ってなんだよって思うけどね。面白くなるからが一番いいな。俺は面白くなる。まあそんな感じ。うん。今ニコニコ動画はまだ面白いと俺はもう。あのマットっていうかなんか合成動画みたいな、ああいうのは面白いね。まだ血統フレンズとか全速前進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 とか、新ゲスとか新ゲスなんだよ。新月じゃなくてめっちゃ面白いね。みたいな顔あるじゃん、新ゲス。勉強は嫌いだーって、勉強が嫌いだーってやつも面白いね。あれは面白い。
いやもうそういうのないじゃん、ニコニコ動画。ニコニコ動画ってさ、YouTube ってあるじゃん。今ニコニコ動画ないって言ってない。ごめんね、間違えた。YouTube ってニコニコの面白い動画こうやって引っ張ってきてるだけじゃん。もう逆になっちゃったよね、関係が。昔は YouTube 様って言って、なんかニコニコ動画が、YouTube をそのまま引っ張ってきてなんかね。で、そのまま YouTube の動画全部、こっちで垂れ流しするの。それについてみんながコメントしてくって感じだったけど、あ、ふざけんなよって YouTube 様から言われて、一回バーンになってなんか、よくわかんないやつになって、で、今の YouTube に行ってる。もう動画職人でね。コメント職人とか。うん。あっちは俺面白いもんが見える気がする。ニコニコ動画はもうオワコンだなって言ってもまだ生きてるからね。ツイキャスが出てきてニコ生終わりだな。でもまだ生きてる。で、アベマ出てニコ生終わりだな。あ、ニコニコ終わりだなとかニコ生終わりだなって言われてもまだ出てる。まだ生きてんだよ、ニコニコは。だから俺は細々とやってほしい。ニコニコには。俺一応、プレミアム会員なんだけど、ニコニコ、あ、というか YouTube も早く、YouTube って俺、コーチさん見に来てるだけのために俺やってるからね。あと動画撮るため。他の YouTube なんて、ネクストステージなんて何も面白くないけど、なんか見ちゃう。そりゃ俺はネクストステージ見てるからね。意味がわかんない。あと寿司ラーメン陸かでも最近つまんなくなったよな、あいつも。なんかよくわかんないし。なんかなぁ、もう。あと、すごいよな。腹切り万歳とか、ね。あと、ヒキトラハウスとかなんかね、もうあれじゃん。だって今 YouTube さ、上げ足の取り合いじゃん。ネタならわかるけど、その、あーねーすみたいな感じでヒキトラハウスやってたじゃん。あれで、そんな楽勝でなとか、なんも面白くなかった。もうちょっと面白くしてもいいと思う。面白いけど確かに。俺、面白いか？あれ面白い？なんだろうな、ネクステが好きだけど、そういうの面白いのかなって思っても何も面白くないんだな。ひねってないじゃん。そのまんまじゃん。ただ箱っていう。なんかさ、ネタにすんの間違えたのかなって思っちゃうけどね。よくわかんない状況。汚い映像をするのはやめろ。なんか、なんだろうな。今の YouTube は、なんか UFES とかやって、やっぱ誠さんはメグウィンさんの継承者だから、そりゃ面白いわけだよ。やっぱメグインさんを目標にしてたら面白いな。あと、ペズマルっていう、ピザマル？あれも面白いと思うよ、俺は。やっぱ、目標がピューディファイさんだったり、ちゃんと、ペズマルだっけ、あいつすごいのは、やっぱ、高一 TV 見てんだよ。それはすごいなって思った。面白い YouTuber 大体高一 TV 見てるから。そんな感じかな。なんか、俺はフリーダムにやってきゃいいな、もう。それで、お金稼いで、YouTube でお金稼いで、で、たまにスーパーチャット付きの生放送して、で、視聴者と戯れて、その、同じ時を歩んでいきたいな。なんか YouTuber って媚び売ってるだけじゃん。なんかプレゼント企画とか、俺プレゼント企画しないようにしよう。多分俺がプレゼント企画したらもう昔のあいつはいないんだなって思ってください。今見てる人ね。ガジキチさんとか、ポイナガさんとか、あとはバナナのアイコンの人とか。まあもう、こいつは終わったなって思ってください。プレゼント企画する気ないんです。まあ偽プレゼント企画っていうみんなにドキドキをプレゼントするのはやりますけど。いい屁が出ましたよ。ぶねえ、かもなく不可もなくっていう屁ですね。
なんつうんだろうな、まあ YouTube をまあ楽しくやれればいいなと思って、 YouTube 大好きなんだよ俺。 YouTube 大好き、チャンネル登録者10億人ですよ。アホみたいな目標掲げてね。でもなんかさ、 YouTube で俺はじめしゃちょっとコラボしねえわ、あいつはつまんねえもん。俺はコラボしないな、もう絶対に誰とも。本当に仲いい人や本当に面白い人、底辺 YouTuber だけどめっちゃ面白いやつとかだったらコラボする。もう関係ないもん数とか、俺は思うよ。いいもん全然そんなん、どうだっていいよ。面白いやつとコラボしたい。で俺はやりたい企画って一つがあって、桐沢刑事とコラボする。その内容っていうのは、桐沢刑事を電子レンジの中に頭突っ込むっていうバカみたいな企画。まあそれの内容言っちゃうと、ダークマターを作ろう第3672回ってやつなんだけど、それでということで、なんか電子レンジのどうちゃら圧電素子かなんかしたら、なんかよくわかんないけど、そしたらダークマター半物質できるらしいです。あ、半物質を作ろうだ、できるらしいっすよ桐崎くん。僕大富豪になりたいんで桐崎くんに犠牲になってもらいますって言って、こういざこざすんの。あ、電子レンジ入るよ、ううううって入って、俺が入って顔が真っ黒になって、私がダークマター57世だって言って、ブシって腹刺すの、あの手手刀みたいので。桐崎刑事がうーって言って、ダークマター病だって言って、うわーってダークマターになって、で妹もダークマターで、その時に来てたコラボしてたラファエルさんとかカブキンさんのメイクが全部黒になって、仮面黒になって、ダークマターだって言って街を練り歩くっていうクソ企画、ドラマだよねちょっとした、誰が面白いねん、誰が見んねんっていうクソ企画をしたい。あの、それできたらもう一生コラボしないかな。あと何しようかな、ラファエルさんの動画見る。だからラファエルさんにこれやってくださいよって言って、リニアモーターカー VS ラファエルっていうの、あーパーンって言って死ぬっていう、ラファエルさんが、ラファエルさんって言ったら人形だったっていうオチ。って思ったら本当に死んでたっていう。で、俺そんな感じのクソコラボでいろんな人を殺していくっていう。それじゃ捕まっちゃうわ。これ殺害容疑になっちゃうな。しないからそんなこと。やだな、俺そんなんつまんないじゃん。リニアモーターカー、ブーン、ブーン、首ブシャーって。面白くないな、今考えたら。でもダークマターの企画面白そう。ブーンって。ダークマターだ。ブシュッって言って、ベッって言って終わる。ブッ。こんな感じで終わりたい。それだけしたい、コラボは。サンチピンチって感じですね。もう疲れた。頭痛くなっちゃった。表裏一体指で弾くコインが空に舞う。僕は一体どっちの結末願う。こんな感じですね。はい。YouTube つまんないから。まあ結論 YouTube つまんないってだけで、もうコラボ俺あんましないようにしよう。ゲームは待ち盛りとかだけ、なんかそんな変なもうダラーンとした、はいはい YouTuber ですよみたいな感じのやつ、なんだろうな、面白いけどもうダラーンとしたやつで、生放送いっぱいやりたい、睡眠時間削って、それはやめようかな。どうも皆さんこんにちは、プロトキオですみたいな感じの生放送で、米読み雑談を1日3回くらい、朝夜朝昼夜くらい
やりたいね。だってさ、自分の好きな人がすごい生放送っていうのとワクワクすぎるじゃん。でしょ、みんな。そうでしょ。自分が好きな YouTuber がさ、生放送5時間とかしてくれたらすごい俺嬉しいの。めぐみ坂上さんとか。坂上めぐみさんだな。まあ、めぐみさんも嬉しいよ。だって、すごい時10時間やってくれんだよ。あの、スーパーマリオランで大論争とか。ああ、ごめんね。汚くて。すごいよね。ああいう感じの YouTuber になって、行く末は。で、金、お金が集まったら、もう、隠居。もう、バーンって感じで隠居して。したいな。で、結婚もしたいな。すっごい好きな子がいんの。で、俺はその子と付き合いたいとかじゃなくて、一緒にチャペルを歩きたい。本当に。それが夢。俺も初プロポーズは結婚してくださいって言おうかな。うん。もう全部すっ飛ばすから。頭おかしいでしょ。どうせ振られるんだったら印象に残れろって思って。まあ当たって砕けるですよ。まあ俺そんなことできないんだけどね。本当は。口だけで。でも口だけだっていいじゃないかって俺は思うんです。口だけ言えるだけまだマシでしょと。ねえ。口だけでもいいんですよみんな。でも、まあちょっとはやってみなきゃダメだよ。って話。だから俺はダメなやつ。口だけでもいいけど、やっぱりちょっとはやんなきゃ。ちょっとは歩かなきゃ。ちょっとは進まなきゃ。いいんだよ。ほんのちょっとだけでも。もう、かじりのかじりで。だから、その、やりたいことの、を一日で例えるともう、起きて目覚ますだけでもいいんだよ。やろうっていうのがその空間を作る。やろうって言って、よしってここら辺で終わりでもいいんだよ。あー、おはよう。よしで終わりでもいいんだよ。やりたいけどまたやればいいし。確かに最後までやり遂げることも重要だけど、まあ、やり遂げることは自信でしかないし、結果でしかない。やらないよりはやった方がいいよね。それで、おーすごい、やりたいやりたいやりたいって、おし、起きて、歯磨きして、靴磨いてって言って、そこまで、ゴールまで目指すと。で、行き先がわからないから、交番に私はこうしたい。私は大好きなこと、チャペルを歩きたいです。どうしたらいいですかと。聞くんだよ。じゃあ、こうすればいいんじゃないですかって言われて、そこに向かって突っ走る。だけ。やと思う。まあ、やらないよりはいいよね。でも考えるだけでもいいし。考えないよりはマシだろ。サラリーマンとか。な。てかな、大人の9割っていうのはほんと何も考えてないらしいぞ。なんかもう自分を持ってない。もう社会人って俺はあんまいい響きじゃないし、大人っていうのも俺はあんま好きじゃないの。こういう動画出すと、なんか中学生がどうだって。ねえ、はぁだよな。なんで俺にも、語らせる権利をくれよと。なんで語ったのは千人だけじゃないとダメなんですかと。喋りたいの俺は。まあそんな感じ。なんか、なんだろうな。美味しい。まあ俺はもし人気になっても絶対生活のレベルを上げない。もうなんだろう、ヒカキンさんみたいに高層マンション2とかじゃなくて、もう実家でずっと暮らすみたいな。もうこのままずっとも引っ越さないな。引っ越してもそんな便のいいところであんな高層マンションなんて取らない。高層マンションあんま良くないらしいからね。妊婦さんは4階以上にいてはいけないらしいね。1階2階3階4階以上は住んじゃいけないから、なんか気圧が上がって寿命が縮まったり。もうマスコミのなんか印象、情報操作だよ。なんだろう、高層マンション、高いところに住んでるやつ、勝ち組、みたいな。なんもいいことないからね、あんな。もう、優越感だけですってめっちゃ不便じゃん。エレベーターとか。で、耳気になるし。上すぎたら。最悪じゃん。俺は高層マンション、1階がいいな、やっぱ。1階で。景色なんてスカイツリー行けば綺麗なんだよ。景色見たきゃスカイツリー行け。そんな
あーでもな、そっか、高層マンションに住むことがすごい景色を見たいだけでもいいか。勝ち組とかじゃないけど、なんかこの景色が気に入ったからここだけ。でも高かったらその景色に何億、分譲マンション何百億払う価値のある景色かって話だよね。そんな東京のコンクリートジャングル見てどうすんねんって思うけどね。だったらゴールドコーストのあのね、すごい綺麗な海の前のマンション、まあ、タワービルみたいなとこに住んで、夕焼け朝焼けみたいな、朝日が昇り日が沈む、それくらいだったら何百億って出してもいいと思うけどね。だってコンクリートジャングルのなんだろうな、人工的な光だよな。あそんな見てどうすんだよ。オールウェイズ三丁目みたいなところだったら話は違う。でもそれもいいかもな。なんか高層マンションにいるっていうのは景色見るだけのためでもいいよね。便は悪くても。でも俺嫌だな、地震怖いし。まず地震なんてどこ行ったってダメなんだから、東京から逃げばいいんだよ。日本はな、地震国家だから、地震大国だから怖いな。だってもういつ地震が来るかなんて分かってんだって。だからもう東京に住むんだって、そういう人は。あでも来る時になったら逃げんだって、もう北海道かどっか安全な場所に。めっちゃ冷えてる、フライドポテト食ったからって感じです。まあ俺の夢はなんか食いたい時にファミチキが食える生活まで行きたい。あとは買いたいものが買える、まあそんな。でパソコンにはすごい力で、タイタン X2 枚とか、なんかもうすっごい最強 PC みたいなの作りたい。そんな生活になるまで俺は頑張ろう。 YouTube だけで稼ごうとなんて思ってないし、やっぱ他で一気にボンって稼いでから YouTube やった方がもう余裕があるじゃん。何も追い詰められてない。俺なんて今追い詰められまくりだけど、なんかもう余裕な感じ出しちゃってる。やることしかないのにこういうのはダメだよ。ということでね、なんかクソ雑談、クソ談が終わりました。まあ、ここまで見てくれた人多分いません。ってことでね、次回の動画、バイバーイ。